の築地は中央区ですけれども、川の向こうに江東区の豊洲があります。次にスピーチいただきますのは、生まれも育ちも江東区、木村文江さんです。よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。私は生まれも育ちも江東区で、もう60年以上江東区に住んでいます。子どもの頃、豊洲には石炭ふ頭、鉄鋼ふ頭があり、東京電力の工場がありました。石炭の山がつながっていたこと、東京ガスの大きなタンク、東京電力の高い煙突など、記憶に残っています。知り合いが子どもの頃、お母さんが東京電力に勤めていて、忘れ物をしたので、彼女が届けに行ったら、子どもがこんな危険なところに来てはいけないと叱られたそうです。トヨスに一番が来ると聞いたとき思い出しました。そんな危ないところに食べ物を扱う市場が来るなんて驚きで信じられません。食の安全安心が守られるでしょうか。心配です。トヨス新市場をテレビや新聞で空から俯瞰で見ると分かると思いますが、トヨスは埋め立て地なので島のようなものです。陸続きではなく数本の橋でつながっているだけです。もし豊洲に新市場ができたら交通はどうなるでしょうか。朝4時前からすごい数の車両が来て渋滞したら、どうでなくても公園が渋滞です。騒音、渋滞、住民は変わったものではありません。食の安全安心、交通など、両方があって、いくらではいかないと思います。築地で、ええじゃないか。共に頑張りましょう。江東区在住の木村富江さんからのスピーチでした。皆さん、本当にありがとうございました。